松田一家のドアはいつも開けっぱなし。皆さんこんにちは、俺たち五代名王です。このラジオ番組は松田一家に集まる若手アーティストが週替わりでお送りするラジオです。はい、じゃあ確認行こうか。ちょっと待って、クラマ、どうしたんですか、童心さん。今日は大事な話があるって言ったろ。そうです、ね、まあ、なぜすぐ忘れるんだ。すいません、まあ、大概俺の大事な話はろくなことにはならないだが今回は本当に真面目な話、大事なことですね。実はだな、9月22日のライブでも言ったんだが、はい、まあ、我々の仲間正平が、まあ、腰の腰痛だな、腰の腰痛を悪化させてしまって、まあ、手術までしなきゃいけないんじゃないかというところまで来てしまったと。で、日常生活にも支障をきたすぐらいの、ね、症状なので、今後活動するのは厳しいと。なので、まあ、残念ながらな、脱退していただくという形になり、今後は我々五代目王は4人でやっていくっていうことを伝えなきゃいけないんだが、こうあんまりしんみり伝えるのもなんだから、ちょっと本番では俺もうちょっと明るい感じで伝えたいなと思って。ちょっと兄貴待ってください。ちょっと何だよ、何だよ、本番です。今放送してます。ラジオの本番。嘘だろ。本当だよ。嘘でしょ。あの正平やめます。普通の男の子に戻ります。そう、タイトルコールまでしたい。いや、そう、しょうがない。だってもうしょうがないことなんだから、もうね、気持ちを切り替えて明るくやっていこうじゃないかってことで、はい、行きましょう。ということで、書くんだよ。はい、そうです、そうです、ね。書くん、書くん。はい。で、なんだっけ、前回はそうですね、自分が言っちゃったんで。お前言っちゃったな。はい、今回は、大言に。あ、そうですね。言ってもらいましょうね。はい。その言葉を待ってましたよ、クラマさん。お、その感じだとお前なんか考えてきたな。はい。皆さんにこれ以上迷惑をかけられませんからね、今日は私に任せてください。じゃあではでは、来源の2期お願いします。いきます。はい、松田家家訓、おぐしが乱れたらすぐ直す。ちょっとこれってさ、大元がいつもやってることだよね。家訓っていうより大元の決まり事じゃないのこれ。多少違いますよ、クラマさん。いいですか、自分の一番美しい姿を常に皆様に見ていただくことこそ、我々が一番重要視しなくてはいけないことなのです。まあそうだよね、特に我々ドリパフは女性が多いですからね、みんなで意識していかなくてはいけないと思うのです。ああ、なるほど、美への高い意識を持とうということですね。でもな、さすがに戦ってる最中まで気にするのどうかと思うけどな。そうだよね、よく手鏡落としそうになってるタケルと一緒だな。ちょっと待ってください、タケルと一緒にだけはしないでください。そうですよ、来源の兄貴は戦闘中に鏡を落としたことないっすよ。一緒にしたら失礼っすよ。お前はな、さえ落としすぎないんだよ。すいませんでした。全くよ、練習中もよ、ガン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 落としてよ。まあ、この間俺に飛んできたの忘れねえからな。あれはちょっと腕に引っかかっちゃって、本番で落としてさ、後で楽屋でへこんでたもん。それをやめて言うのやめてください。恥ずかしい、恥ずかしい。ちょっとお待ちください。また脱線してるじゃないですか。おお、かくんですよ、かくん。忘れてた。この私の言った家訓はどうでしょうか。なんて言ったっけ。おぐしが乱れたらすぐ直すですよ。そうだそうだ、お腹空いてたからついつい忘れちゃった。おめえはもう飯食ってこい、ちゃんとここに来る前に。確かに。いいけど、そしたら今度眠くなっちゃうよ。いやいや、適度に食べてくればいいじゃないですか。そうですよ、何も満腹状態でとは言ってませんからね。そう、いや、みんなそういう中途半端っていうのが一番いけないんだよ。妖魔退治もそうだけどさ、奴らを完膚なきまでに叩き潰してさ、この世から全ての妖魔と悪鬼を倒す、ね、芝居だってそう、最後まで演じ切って見てるお客さんに夢を与える、ね、そして食事だってそうって言いたいだろう。言っちゃダメっすよ。ちょっとどうし、僕のキャラ的に一番大事なところ言わないでよ。お前はもう食事以外のことを言ってくれよ、頼むからよ。もうまた脱線してるじゃないですか。とにかく、カー君は私の言ったのでよろしいですよね。いや、もうちょっとね、なんか君のはね、押し付けがましいわけよ。なんでですか。さっきから私のカー君はどうですかってしつこいんだよね。でも来月の兄貴も話を戻そうって
って考えてどうですかって言ったんじゃないですか。いや、ね、でもさ、私の家訓、私の家訓ってさ松田家の家訓を言うとこなんでさ私の家訓ってさ、なん何をそんな自分の家訓をさ押してくるわけ。松田家の家訓しないでください。私の言った家訓、私の言った家訓でしょ、うん、だから私の言いたい家訓ってことでしょ。信じられないよ。おぐし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 ってよ、ちょっと聞くよね。おぐし姉さんって呼ぼうか。おぐし姉さん泣きますよ。わかりました、わかりました。じゃあ唐突ですけど、うん、代わりに俺が行きます。おお、たける何か考えてきた。当たり前っすよ。俺だってやるとこ、やるときはやるっていうのをね、見せてやりますよ。何やるときはやるっていうのを見せます。ここで、そう、はい、うん、じゃあ早速だけど、たけるよろしく。いきます、うん、松岳家君、仲間のことを思い助け合う。素晴らしい、たける。ありがとうございます。私のこと助けるのはちょっと遅かったけど。すいません。でも、仲間のことを考える。うん。それは素晴らしいことですね、同心さん。うん。つまらん。普通すぎるよ。全然つまんないよ、もう。もういいか、俺ら五大名が出す家訓としてはだな、はい。他が出さないような、ちょっと変わってるけど、うん、ちゃんとね、こう本質を見抜いた内容をお届けしなきゃいけないわけよ。そんな決まりあったんですか。初めて知りましたよ。そういう縛りでしょ。縛りないっすないっすよ。じゃあ今日の家訓どうするんですか。じゃあ僕から名家訓を出せよ。あ、出た。クラマの兄貴が勝手に考えた最も重要視される家訓ですよね。まあどうせね、はい、あれだよ、また食い物に関してだろ。おかずは3品以上とか。またまたそんなバカなね、兄貴。いや、ちょっと。もしかしじゃないですか。すげえ。兄貴わかりやすい。俺すげえ。食べ物のことしか考えられないんだもん。自分の欲望に素直すぎますよ。いい加減お前の本気を見せてくれ。飯以外で。あ、じゃあちょっと待って。今思いついたから明確。あ、しかも食べ物のことじゃないからね。お、うん、自分の誘惑全部明確なんです。まあ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 いいじゃないですか。とにかくクラマの兄貴に任せましょう。ここは。どうかしてんの。どうかしてんのか聞いてやろう。行きましょう。はい。クラマの兄貴お願いします。うん。松田家家訓。はい。時間を大切に。見えちゃったんで。見えちゃった。俺たちいつまでこんな同じ過ちを繰り返せば気が済むんだ。あと何分あるの。半分近くいってる。半分使ってんぞ。やっぱり私が最初に言ったのに決めてればよかったんじゃないですか、ね。いやいや、でもそうするとラジオに対するその五大名のこだわりっていうか、そうなんですよ。プライドというかがあるから。ちょっとみんな、とりあえず反省会はまた後にしようよ。ああ、そうですね。時間企画に移るか。そうですね。最近あれですね、謎々が多かったですからね。たまにはこう違う企画やりましょう。あ、そうだ。あ、じゃあ久しぶりにあれやりましょうよ。お、なんだ。決めろ。男気発言。どうすか、まあ、久しぶりに。どうすか、これ盛り上がりますよ。当てつけてくるね。今日誰の企画これ。お前怖いな。ながらの恐ろしいな。すいません。まあいいや、まあいいや、やるか。そうです、うん、やりましょう。なんだ、どんな感じだったっけこれ。あ、このコーナーはですね、じゃあルール説明しますね、うん。このコーナーは我々4人がそれぞれ漢字の漢と書いて、うん、男、うん、というようなね、漢字、男らしい一言を言って、うん、最後に松田さんに誰が今日一番の男だったかを決めていただくというコーナーですね。なるほどね。はい。発言する前にこれが男のって叫んでもらって、うんうん、名前を呼ばれたら男気発言をお願いします。そうだった、そうだった、はい、こんな感じです。完全に思い出した。思い出した。完全に思い出したよ、はい、俺が前回優勝したことまでな。そうですね。まあでも、でも同心の兄貴っていうより、はい、ドリポコのファンの方の一言でしたけどね。あける。同心さんも言っていたでしょ、うん、ファンの方々のお声をしっかり聞いていたからこその同心さんの一言だったんですよ。そういうことよ。さすがね、来源はね、分かっている、はい、ですが我々は人の手を借りずにしっかりと自分の力でやっていきましょう。はい、了解しました。お前ライゲンこの野郎、お前衣装変えたからってお前ちょっと調子乗ってんだろうが。みんなでしょ。お前らな、後で謝っても許さねえからな。俺の衣装が一番安いって言わないよ、そういうことは。ぶっちゃけすぎる。ぶっちゃけすぎる。ぶっちゃけすぎる。ダメです。いかん。まあでもね、第1回優勝者としての誇りを持って返り討ちにして差し上げますよ。聞いたかお前ら。第1回目の優勝者としてとかいつまで昔の栄光にすがってんのこいつはよ。確かに2回しかまだやってないですからね。で、前回の優勝者は俺だから、それを言うのはいいよ。まあまあ確かにそうですね。な、俺に敗れてんだぞこいつ。
俺に敗れといてね、前回の優勝一生いっぱいでしょ今のところ1回目の優勝者そんなんじゃダメだ、お前はな挑戦者の気持ちでなぶつかってこいって言うんだよ。腹が立つ全くね、でも全くなことを言ってますよ。だって俺がチャンピオンなんだよ。そうです、現チャンピオンはたまに戦闘なこと言うから腹立つそういう言い方言われました早速二人の間に火花が散ってる。まあ高いですね。じゃあ早速来月の兄貴からいっちゃいます、うん、じゃあ行っちゃいましょう。行きますか、優勝者第1回優勝者のこの私から行きますか。でもしつこい男は嫌われる。確かに今松田さんの顔を呆れておる、呆れておる、呆れておるよ。じゃあ早速行っていただきましょう。来月の兄貴お願いします。わかりました、はい、行きますよ、うん、これが男のハンサム。あなたを守ると決めた。それが俺の覚悟だ。待って、今のハンサムってのは何？そして来月なんで止めなかったんだよ。もう完全に受け入れたから、ね、一旦ボケたはずだ、ね、完全にこいつ受け入れやがったから、ね、兄貴何言ってんだか全く覚えてないですから今。ハンサム受け入れやがった、ね、努力が認められたのかな。嘘だ、ね、衣装変えるだけでこんなにも衣装がつくの信じられないです、ね、なんで受け入れちゃったんですか今。いやだから今までやってきたいろんなね努力が認められたのかなと。もう発言全然入ってこない。もうしょうがない、まあ、確認を後でするとしまして、じゃあ次、あ 次行きます。じゃあ次俺行きますよ。お前行くか、はい、うん、お前あれどうする、はい、え待ってくださいどういうことですか、どうするって。だからこれが男のタケルっていうか、はい、これが男のハンサム。選べるんですか。当店選べます。だいたいハンサムだと誰が言ってるのかも分かんなくなっちゃうじゃないですか。うん、まあね、じゃあいいよ、やめる、えいいよ別にやめる。いやでも、え本当に選ばせてもらえるんですか、タケルも、うん、ハンサム、もうだってハンサム0円だもん。ハンサム0円だ。いけるの、いやじゃあいけるならお願いしてもいいですか。かしこまりました。ありがとうございます。じゃあ俺行かせていただきます。はい、行きます。これが男のハンサム。諦めるな、俺とお前二人でてっぺん目指すって言ったろ。あとは俺に任せろ。どうすか、うん、あのね、ウォーキーさんのハンサムがハンサムって、ね、全然入ってこないんですよ。もう霞んじゃった。そんなことね、そんなことないな、頑張ったよな。ああ、本当ですか。頑張ったよな、はい、お前はな、二人で頂点目指すから、はい、お前はここにいろと俺が一人で行ってくるから、はい、そうですな、置き去りにするっていう。置き去りにしない、残酷や。違います、背負ってでもてっぺん行きますよ。あ、背負うって話なの、はい、あとは俺に任せろっていうから、もうそこでね、こうロープとかつながってこう一緒にこう共に歩いてきたロープ取りやつ切って、お前はここにいろみたいな。いや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 、そういう話じゃない。背負ってでもお前のことをちゃんとお前と一緒にてっぺん目指すぞって言ってる話ですよ。そういうことか、はい、あ、なるほどな、はい、いやそういう発言ね、はい、そういうことですよ。話したことないな。まあ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 、まあ、うん、じゃあ次はどうします？それはもう自信満々に言ってるね。ああ、ハンサムに言っていただきましょう。もう当たり前じゃないよ、はい、当たり前じゃないか。はい、よーし行くぞ、はい、どっちで、え何がハンサムの検討です。ハンサムのハンサムの下りですか。はい、ハンサムの検討。いや違う、なんていうの、そのさ、はい、ハンサム以上なわけじゃん、同心。だからハンサム以上のやつ欲しいわけ。そういう持ってき方します。うん、あでもあれだよな、やっぱりな、はい、ランキング的に言うと、うん、ランキングいい男、いい男、まあ、ハンサム同心みたいなところになってるから最上級的な、上級 だからやっぱり同心でいこうかな、そのまんまで、はい、そのまんまのが乗れる俺。、うん、行くぞ。そうですね、お願いします。これが男の同心。黙れビラート。シロはそんなやつじゃない。誰かこれ俺のセリフじゃないですか、ね、完全に来たの、聞いたことがある。でもちょっと選んでいただいたことにちょっと嬉しい。これ来たな、ね、来ました ね、 来たね。なるほど、セリフはいい、セリフはいいですね。そう、はい、じゃあもうクラマも行こうか。最後に時間も時間だしな、クラマ兄貴お願いします。このクラマどうすんの。クラマで行くか、クラマで行くか、うーん、高見盛りですか。どういうことですか。高見盛りでお願いします。わかりました。はい、いくよ、はい、これが男の高見盛り。東負けられない戦いが食卓にはある。
残った。ではそろそろお時間となりましたので、ちょっと待って、なんだ決まったの？決まったです。優勝は来月の兄貴で決まりました。嘘だろ、いつ2人で盛り上がってましたけど。あ、そうなの、はい、では時間なので終わりにします、うん、はい、皆様このラジオへのご意見ご感想励ましの言葉は、うん、matuda-ikka@atosuta.com松田ハイフン一家アットマークアトスタドットコムまでお願いいたします。はい、で今回のお相手は我々五大名でした、はい、次回はコズミックドールさんです。ぜひ聞いてください。それではまたお会いしましょう。これにて失礼。